赤い部分が、ルイス島と呼ばれている。島南部はハリス島と呼ばれている。ルイス島は、スコットランド西部、アウターヘブリディーズに属する島。島の南部はハリス島と呼ばれている。二つの名前は同じ島にもかかわらず併用されており、ルイス島の方が一般的である。ハリス島部分も含めた、ルイス島は、アウターヘブリディーズのみならず、インナーヘブリディーズも含めたヘブリディーズ諸島で最も、 大きな島である。島で最も大きな町はストーノーウェイであり、アウターヘブリティーズの行政の中心になっている。夏と冬の気温差がわずかで年間通して冷涼である。秋になると、降雨量130ミリメートルを超え、強風が吹く。北極との間を行き来する渡り鳥の中継地にあたり、また、アメリカ大陸から北ヨーロッパへ向かって、複風の避難地にもなる。海鳥の種類も多い。 アトランティックサーモンが島の川で釣れる。島の湖は、ブラウントラウトなどの魚の住みかである。ストウノーウェイでは、アザラシを見ることができ、運が良ければイルカ、サメ、稀には、クジラが見られる。島固有の哺乳類は、アカシカとカワウソのみである。ウサギも至るところにいるが、これは後世に、島外から持ち込まれて繁殖した。ルイストにヘビは生息しておらず、爬虫類は唯一。 トカゲがいる。かつて島は森林で覆われていたが、焼き畑と羊の放牧により減少し、今はごくわずかしか残っていない。多種の植物があるが、ヒースが島の至るところに生えている。データンが島中にあり、燃料として利用される。定期フェリーでスコットランド本土と結ばれている。ストーノーウェイ空港からは、アバディーン、エディンバラ、インバネス、グラスゴーへの便がある。 8000年前のデータを調査したところ、人が定住した証拠が見つかっている。ケルト系のゲール人が定住。万王国の一部となった。キリスト教の布教は7世紀から8世紀に行われた。9世紀から度々バイキングの略奪を受け、一時期はノルウェー王の勢力下に下った。スコットランド王国に復帰したのは13世紀に入ってからである。スコットランド長老派教会の信者が多い一方、 ケルトの伝説も多く伝えられている。18世紀、チャールズ・エドワード・スチュアート王子の反乱に加わって、破れた後、アメリカ大陸への移民が増えた。現在に至るまで、小規模な農業や羊の放牧が主である。島特産のハリス・ツイードと呼ばれる織物が知られる。地元の羊毛を使い、アウター・ヘブリディーズで手織りされ諸島内で完成された、もののみ。 ハリスツイードの名で呼ばれると厳格に決められている。ありがとうございます。